ミキさんをね呼びたいと思うんですけども、ミキさん、ミキさん、いらっしゃいませ。おお、カジキソ、いらっしゃいませ。ロボットじゃないですか。ミキさん、はい、あれどうですかこの格好。まさかの衣装チェンジもして。イエス。あれ、ただね、残念なことに、はい、首のサイズとここの丈が既製品では全く合わないので、若干首周りがガボガボしてるんですよ。ここは緩いんですね。ここは緩い、ちょうど。いやでもかっこいいですね。ありがとうございます。お似合いですよ、この僕から見てこの景色が、はい、今日はね、そう、はい、もうロケ中の車の中で、はい、焼きおにぎりを食べなきゃいけないぐらい時間のないカジ君のために。いや、そんなこと、お腹空いちゃっただけですか。まあ、こう私がですね、たまゆらカフェさん借り切りましてですね、はいはい、カジ君に美味しいコーヒーを、お多分美味しいだろう。いや、普通にこちらでね、いただくコーヒーも当然美味しいですよ。いや、そうですね。ですが、私が入れるので。ミキさんが、はい、え、どっからやるんですか。なんかやり方あるらしいんですけども、こちらではあの練るとか紙とかをあまり濡らさない、はい、ようにこうやって中のガス抜くんだそうです、これで。ああ、そういうことか。まあ、人間と一緒です。生き物ですから。豆は生きているんですよ。ガス抜かないと。おお、ここからも直接下に出すわけじゃないんですね。雑。いや、わかんないんですよ。ここから下に出す。いや、それで出てきた汁飲むのかな。汁じゃねえわ。ちょいちょい面白いの。待ってよ、さすが売れてる人は違うな。いや、わかんないですよ、だって。で、ここから、はい、これ俺切れちゃうんだけど、そのお湯を切らないっていう、コーヒーとかあるじゃない、はいはい、まあ、あれはしょうがないよね、ああいう形ね、まあ、まあそうですね。でもなるべくスタジオの人たちが美味しいコーヒーをって思ってくださってるんですけど、まあ、こういうところで、いや、雰囲気も込みで、うん、やっぱより美味しく感じますし、まあ、何よりこう先輩がね、うん、こう心を込めて、まあ、途中ちょっと文句を言いつつ。いや、途中違う人いたから。俺の中に違う人いたから。知らない人入ってましたね。そう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 。でもやっぱこう僕の、ね、ために入れてくださったっていうのが、うん、より美味しく感じるところ、多分今後誰のためにも俺入れることないと思うな、こうやって。